ハピママ幸せ相談室。今回の相談は、子供が障害を持って生まれてきたことを自分のせいにするお母さんが多いのですが、どのように考えたらいいでしょうか。回答者はユーアエンゼル運動の諏訪博子さん。3児の母で知的障害の長男を育てた経験をもとに、全国で障害児の集いや障害児相談を行っています。同じ障害を持つママと、うん、お友達になったりして、はい、お話とかする中で、はい、皆さんがよく口にすることがあるんですけど、どうしてうちに障害を持って生まれてきたのか、子供に、はいはい、でまたそれは自分のせいにするお母さんが多いんですね。自分があの時こう人を傷つけたことがこういうふうに子供に出ちゃったのかなとか、まあ、自分にとって罰ゲームなのかなとか、まあ、そういうことに対して何かこうアドバイスいただけたらなと思うんですけども、はいはいはい、私は子育ては障害児であろうとなかろうと、うん、やっぱり宝探しだと思うんですね、うん、罰ゲームというよりは宝探し、うん、だから一見こう罰ゲームに見えるようなね、うん、大変さっていうのは当然あると思うんですよ、うん、その障害児を持っていることで、うんうん、お医者様に何度もかかったりとかね、うんうん、いろんな診断を受けに行ったりとか、うん、普通だったらしなくていいような経験をたくさんたくさん小さい頃からね、うん、重ねますので、うん、確かにね大変だし疲れるとは思います、うん、罰に見えてたものが、うん、くるっとこう宝物に変わる瞬間が、うん、これから絶対来ると思うので、うん、そこを一つ見つけてほしいなと、見つかるまで頑張っていってほしいなっていうふうにすごく思います、はいはい、で、まあ、もう一つの意味で宝探しっていう言葉を使うとすると、お子さんの能力もまさしくその宝探しなんですよね。ヘレン・ケラーってとっても有名なので皆さんご存知だと思うんですけれど、はい、サリパン先生に出会う前のヘレンっていうのはね、そのお家の方々から、うんまあ、この子はハンデがあってかわいそうなんですよと、うん、だからこれでいいんですって思われて、うんまあ、一見親切、うん、一見親切なやり方で、うん、放置されていたわけですよね、うんまあ、それも一つの愛だったんだと思うんですけど、うん、でもサリバン先生の持っている愛っていうのは、うん、またちょっと次元の高い愛だったんだと思うんです、うんうん、ヘレン・ケラーが持っている宝物が多分見えて、うん、よしこれを引き出そうっていう決意をされて、うんうん、でその視点でこう ヘレンを見た時に、うん、見つけられたもの、うんうん、そしてその確信のもとにずっと教育をし続けることができたそのサリバン先生のエネルギーが、うん、偉人ヘレン・ケラーを作ったわけですから、うん本当にそれと同じような偉業を、うんね、障害児を持つお母さんは、うん、自分の子供に対して、はいまあ、日々やっているようなものだと思うんですね、うん、子供は大人がね周りにいる大人、うん、信頼している大人が、うん、あなたはこういういいところがあるよねって期待して見てあげると、うん、本当にそういうところをがぜん張り切って見せてくれる、うんものですので、うん、まずねこうどういう目で子供を見るかっていうところを、うん、ぜひ、まあ、そのママ友さんたちと、はいはい、お話をされてほしいなって思います。今本当に、具体的にお名前出したら日本の東田直樹さんとか、はい、東田さんはもう本当に結構強い自閉の傾向をお持ちでありながら、うんパソコンを使うと、うんね、文章が綴れて す,、ねうん、すごい自己表現ができて、うん、でその東田さんの文筆が世界各国の、うんね、自閉症の親御さんに影響を与えてるっていう、まあ、そんな方も出てきていますよね、はい、あとそのアメリカのジェイコブ・バーネットさんっていう方は、うん、今年15歳だと思いますけどもうすでに大学の先生になって、でもその
天才、IQ170 のもうそれ以上測定できないぐらい IQ が高いって言われているジェイコブさんですけれども、うん、2歳の時には自閉症っていう診断を受けて、うん、で、州がやってくれる教育をやっていたら、うん、自閉傾向がどんどん進んでいって、でお母さんが、うん、あこれじゃいけないと思って、うん、まあ、そういうね公の教育を全部断って、うん、自分が、うん、あのいいと思うやり方で教育した、うん、でそのいいと思うやり方っていうのは苦手なことをこう平均値まで持ってこようっていう教育じゃなくって、うん、好きなことをしっかりさせてあげる、うん、あの集中している間はどこまでもこうそれをに没頭させてあげる、うん、そういう教育をしたところを、まあ、結果的にですけどね、うん、あの天才児が育っていったっていう、うん、まあ、そういう事例などもありますし、うん、やっぱりそういう子がこう出てくることって、うん、やっぱり一つのなんかねサインだと思うんですね、うんうん、障害児の中には、うん、あのこんな素晴らしい部分が眠ってるんだよって、うん、だからこう周りの見る目、うん、周りの人たちも、うん、その手のかかる子とか、うん、できない子とか、うん、迷惑な子っていう見方をするのではなくって、うん、あこの子の中になんか普通の人では発想できない優れた考え方や高尚な精神が宿ってるかもしれないっていう目で見てあげること、うんうん、でそれがそのお子さんの宝物を引き出すことにもなるし、うん、そういうやり取りをしたっていうことが、うん、その周りにいる人たちにとってもすごい宝物だと思うんですね、うん、ヘレン・ケラーも幸せだったと思いますが、うん、多分サリバン先生ももっともっと幸せだったと思うし、うんうん、ジェイコブ君も幸せだったと思いますけど、うん、ジェイコブ君を育てたお母さんももっともっと幸せだったと思いますので、うんうん、罰ゲームじゃなくてそれはある瞬間を境に宝物に変わるんだよっていう、うん、なんかそんな希望を見て、はいはい、子育てをぜひしていってたらいいんじゃないかなって思います、はい、ユーアーエンゼル運動は障害児の不安や悩みに取り組みご両親を励まし勇気づける幸福の科学のボランティア運動です。見学体験をご希望の方はこちらまでお気軽にお問い合わせください。